今回は、今まで作ったキャラたちを戦わせていきます。久々にアミレボなんか？アミレボのキャラは本人でも数がわからないくらいあるもんな。戦わせるって言ってもごく一部だけどね。アミレボやってなかった時期があったから作ったキャラは古いのしかないんだぜ。数ヶ月から数年前ぐらいかなんか？そうか、ヨウムは最近登場したばっかだからわからないか。アミレボサボってマイクラばっかやってる時に登場したもんな。久しぶりにミノタウロスキング見たんだけどバリ懐かしい。一時期このチャンネルのアイコンだったもんな。なんだこの変なアイコンはにゃん。ウフ主が泣くからやめてあげて。てかなんかミノタウロスキング普通に負けていたんだぜ。敵が多すぎたかな。てかバトルがみんな強すぎて一瞬で終わるんだぜ。今日の火力おかしいなんだけどにゃん。ファイアードラゴンが瞬殺だったんだぜ。おいおい気持ち悪いんだけど、何これなんだぜ。ミノタウロス軍団の兵士だね。とりあえずいっぱい出してみた。ミノタウロス軍団って何よんか？霊夢が特殊で作った軍団のことなんだぜ。特殊だなんて失礼な、参考にさせてもらっただけだよ。それ言っとけば何を言っても許されると思ってるよんか？もちろん、そうだとも。はい、ごめんね。っていうかこのチャンネルのキャラ、ほとんどが特殊っているんだぜ。こいつの火力すごいなぁ。はい、虫。これまた多いのね。あんまり出しすぎるとあぶり落ちるぞ。わっはっは、安心したまえ君たち。めっちゃ怖いないんだぜ。そんなに言うんすか？これまた結構叩かれた、フルフル足なんだぜ。なんで叩かれたのんか？いやもう、パクリだって結構叩かれたんだぜ。じゃあ、霊夢が許可なく、パクって炎上したっていうことにょんか、ただのバカにょんね。うっせぇな、バカって言う方がバカなんだよ、バッチェロー。巨人がバッタバッタ倒れていくにょんね。ねえこれ調査兵団いらなくないにょんか？おい、そういうこと言うな。だって、命がけで巨人倒すよりこっちの方が良くないにょんか？こっちの方が何倍も安全にょんだし。ロケットの量やばいんだぜ。ロケットって、怖いんだぜ。これは2番目に炎上してやれまくって、叩かれまくった。伝説の動画なんだぜ。操作ゲーム TV 式、自動ごとりきですね。またパクったにょんか、てかなんかパクってるにょんかてか、反省しなさすぎだろにょん。これからチームバトルになります。いやもうすでにカオスすぎにょん。
報量が多すぎて何が何だかわからないんだぜ。アプリ落ちた。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。